七頭は、単子用植物、かやつり草かかやつり草属の植物である。多年生草本で、非常に背が高くなる。根出用も法用もほとんど発達せず、家形の茎,の茎の部分ばかりから構成された植物である。別名を琉球衣、七頭衣、七頭衣とも、湿地に群生する。畳表などに使われることがある。根茎は太くて、 地中を横に這い、間を開けて、家計を単独に立てる。家計は高さ1から1.5メートルに達するが、太さは、せいぜい4ミリメートル程度で、太いのようにしっかりしていない。家計の断面は、鋭い三角形だが、根元近くでは、角が鈍くなって、やや円形になる。根室用は2から3枚あって、鞘が、よく発達して30センチメートルにも達するが、用心は、 ほとんどない。鞘は褐色から赤褐色に色づく。茎の先端は果樹がつくが、つかない茎も多い。つかない場合、先端は真横に切れたようになり、そこから3枚ばかりの短い養生のツトがつくが、これはまっすぐ上に向かうので、円見には茎の先端がそのまま尖っているように見える。果樹が出る場合には、ツトは開く。果樹は、 先端から数本の小枝を伸ばし、それぞれの先にややまとまって3から10のコボをつける。コボは細長くて、棒状、長さ1から3センチメートル、幅は1から1.5ミリメートル、わらいろ。小花はやや間隔をあけてつき、輪ペンは長さ2から2.5ミリメートル、果実は輪ペンより少し短く、線上長楕円形、下中は短くて散列する。 湿地に生え、根元は水に浸かる。特に、川口の寄水域によく生育し、ヨシや、シオクグなどとともにデイチに大きな群落を作る。沖縄などでは、マングローブ周辺の流れの周りに見られることもある。日本では、本州南部から、琉球列島に見られるが、本土のそれは栽培一室と考えられ、沖縄のものも、その可能性が考えられている。国外では、 中国南部からインド島、台湾などに分布する。なお、和名の七島は七島の意であるが、これはトカラ列島のことで、畳としての利用は、ここが発祥とも言われる。畳表に使われる。七島を使った畳表は、琉球表、あるいは琉球畳と言われる。琉球畳の名称は、本来、縁の有無や、半上か一上かに関わらず、 七刀を使ったものだけに用いられる。歴史上は七刀が使われていない場合は琉球畳の名称ではないことが沖縄県の首里語にも残されている。イグサや他の材料を使った縁なしの畳は縁なし畳や坊主畳と呼ばれる。ただし現在では琉球畳といえばむしろ繁盛の正方形で縁なしの畳を指すことも あり、その場合には普通のイグサを使っている例もある。非常に丈夫であるために、柔道用の畳にも使われていた。2002年から2008年にかけて、非営利団体柔道場復元プロジェクトは、行動館の資料に基づき創設時の柔道畳の復元を行っている。その研究では、行動館の畳には、可能自五郎によって柔道畳として、 研究を重ねたものが使われていたことが判明した。可能と行動管専属の畳職人内野によって、大分県産七島と縦糸に、長野県大町市宮佐さんの大和を使った畳に進化していった。東京オリンピックには、柔道会場となる日本武道館に七島を使った柔道畳が敷かれていたが、その後のオリンピックの柔道会場では、 ビニール製の柔道畳に変更されている。七刀の畳表は、一の丘で1日2畳程度の生産効率であるため、値段は普通のものより高くなる。七刀の茎を二つ、または三つに先乾燥したものと、一尾糸で折られ、やや荒い感触を持つ。大分県産は、浅糸の一尾が使われていたが、近年ケナフなどの糸を使っている。また、 中国やベトナムからの輸入もある。大分県国崎市で生産される畳表は、2016年12月7日に国崎市地頭医表として地理的表示に登録されている。むしろとしても利用される。他に乾燥した茎を円形に巻きつけて輪を作り、スイカの台にするなどの利用もある。工芸作物としては、現在、日本国内では、 全量が大分県国崎地方で栽培されており、生産量は30トンである。ありがとうございます。